ネットボール、ネットボール、A、ネットボールは主にイギリス連邦の国と地域を中心に競技され、80を超える国と地域でに、レ0レレレレ,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 レ人を超える競技人口を持つスポーツである。1891年にアメリカ合衆国で誕生したバスケットボールは1892年にイギリスへ渡り、1895年にバスケットボールのルールを基準に、 女性向けスポーツとして、現在のネットボールの原型となるスポーが誕生。マダム・オステンバーグズ・カレッジで競技が開始された。その後、イギリス連邦の国と地域を中心に競技人口が増加し1924年に、ニュージーランドバスケットボール協会、現在のニューランドネットボール協会、1926年に、全英ネットボール協会、1927年に、 全豪女子バスケットボール協会。現在のオーストラリアネットボール協会。1957年にジャマイカンネットボール協会が誕生した。1938年にニュージーランドチームがオーストラリアへ遠征し、国際試合を開催。しかし試合規定は地域により異なり、国際基準の試合形式は存在していなかった。1956年にイングランドチームの オーストラリア遠征を機に国際基準のルール作りが提唱され1960年にイングランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、西インド諸島、スリランカが集まり国際基準のルール作りの制定と国際連盟の設立を協議し女子バスケットボールネットボール国際連盟、現在の国際ネットボール連盟を設立。また4年ごとに行われる ネットボール世界選手権の開催も決定し、1963年に第1回ネットボール世界選手権がイングランドで開催された。その後も競技人口は増加し1985年のワールドゲームズロンドン大会に採用され、1993年まで1990年に開催されたコモンウェルスゲームズオークランド大会では、 デモンストレーションスポーとして披露され1998年のコモンウェルスゲームズクアラルンプール大会から正式種目に採用された。競技者は胸と背に自らのポジションを表記したゼッケンを着用する。ポジション表記は以下の通り。ゴールポストはバスケットボールと異なり、バスケットボールの後ろ側にいたバックボードが設置されていないリングのみのゴールを使用する。 シュートしたボールがゴールリング内に入ると得点が加算される。ネットボールコートは屋内、屋外ともに使用可能。バスケットボールコートが使われることもある。サイドラインは横方向に30.5メートル、バックライン縦方向に15.25メートル。コートは3分割され、攻撃側ゴールサード、センターサード、守備側ゴールサードに分けられる。センターサード、 中央コートの真ん中に直径0.9メートルのセンターサークルを置く。ゴールサークルは半径4.9メートル。ゴールポストの高さは3.05メートル。リング内径は38センチメートル。小児向け企画では成人向け企画よりやや小さな企画を採用している。ライン幅は5センチメートル。ライン上はコート内となる。競技者の年齢に合わせ柔軟に規定変更ができる。 使用するボールは専用級のネットボール5号級、小に向けはネットボール4号級。ネットボールの普及していない地域ではサッカーボールでの代用も可能。ウェア、着衣は上半身はスポーツシャツ、または T シャツ、下半身はネットボールスカート、またはジョギングパンツ、ランニングパンツを着用する。公式試合では競技専用ワンピースを着用する。靴は スポーツシューズ、または、ジョギングシューズ、専用のネットボールシューズを着用する。選手のポジションを表記した専用ゼッケン、または、ビブスを着用する。長袖シャツ、ロングパンツは、試合時には着用しない。公式試合を除けば身近に存在する服装で、競技に参加できる。1チーム12人編成。コート内で試合に出場できる選手は7人。 試合時間内の選手交代に制限はない。選手交代は休憩時間、ハーフタイム、負傷による試合中断時に行われる。公式試合では審判は2名配置されコートを2、分割し右半分、左半分をそれぞれの審判が担当する。センターサークルより、センター、シーの選手がセンターパスを行い試合が開始される。すべての選手はボールを保持してからパス。 またはシュートを3秒以内に行う3秒以上のボール保持は反則。ゴールサークル内からシュートが打てるのは GS と GA の選手のみ。シュートしたボールがゴールリングを通過すると得点となる一得点。GS、GA 以外の選手ゴールサークル外からのシュートは無得点となる。ボールがゴールポストに当たりコートに戻った場合は試合続行される。ボールが コート外に出た場合は、スローインによる再開される。得点後は得点チームにかかわらず、交代制のセンターパスにより試合再開となる。1クォーター15分を4クォーター、計60分で勝敗を決める。第1クォーター終了後に3分間のクォータータイムを取り、第2クォーター終了後に5分間のハーフタイムを取る。ハーフタイム終了後に、第3クォーター。 3分間のクォータータイムを取り、第4クォーターを経て、総得点数を競う、試合時間は、成人向けルールの事例。なお、ハーフタイムは5分、または10分に設定することができるため、試合開始前に決定する。ネットボール世界選手権は4年ごとに開催されている。ワールドゲームズ、コモンウェルスゲームズでも、競技種目に採用されている。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。